こんばんは。ワインマフィアチャンネル三野正弘です。もうすぐボジョレーの季節ということで、ボジョレーヌーボーについてお話ししたいと思います。10月後半ぐらいになったら、どこ行ってもボジョレーボジョレーっていうね、垂れ幕が出たりするんですけど、実際ね、ボジョレーって聞いたことあるけど、ボジョレーヌーボーって何やのってなる方のためにね、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、ボジョレーっていうのはそもそもね、フランスのボジョレー地区のことです。で、ヌーボーっていうのはね、フランス語で新しいっていう意味なので、フランス語で言うとね、ボジョレーヌーボーっていうんですけど、フランスのボジョレー地区のその都市だけのブドウを使って、作る新種のワインのことですね。ボジョレーヌーボーと言います。で、場所はね、大体この辺になります。ボジョレ・ヌーボーはね、この地方のね、秋の収穫祭を祝う意味でもともと始まったみたいです。僕もフランスにいる時に収穫祭って結構行ったんですよ。リンゴのね、収穫祭とかもあって、もう街中がね、リンゴだらけになって、パイだったりリンゴジュースだったりね、いっぱい振る舞われたの覚えてますね。フランスってね、すごい農業大国なので、そういうね、お祭りとかいうの結構よくあります。新酒をね、飲むのっていうのはフランスだけじゃなくて、実はね、イタリアとかオーストラリアにも新酒っていう言われるものがあります。で、毎年ね、解禁日っていうのがありまして、11月のね、第3木曜日っていう風に決まってるんですね。その時にね、ボジョレー解禁って言ってね、みんなお祝いしながらワインを楽しむのはね、日本ではね、おなじみのね、光景になってきたんじゃないでしょうか。昔ね、解禁日がなかった時は、どこよりも早くね、ボジョレー売ったろうっていうところが、発酵不十分なねボジョレーをね、売ってるところが結構あったと聞いてます。で、ワインの品質をね、守るためにボジョレーの解禁日っていうのが設定されたんですね。お仕事してても「ボジョレーどうですか?」って言っても「いや、ボジョレーなんかもう美味しないし」とかよく聞きますね。ボジョレーはちょっと物足りないとか聞くんですけど、改めてね、ボジョレーっていうのはこうやって楽しんでほしいなっていう思いもあってね、ちょっとお話ししていこうと思いますけども、そもそもね、ボジョレーと他のワインとの違いは何ぞやっていうことなんですけど、まず1つ目はね、ブドウが決まってます。ボジョレー地区で作られるブドウのね、もうほぼ大半はガメイっていう品種が作られてまして、でボジョレーもね、そのガメイっていうブドウで作られてます。で、ガメイっていうのはね、普通のブドウに比べてね、粒もちょっと大きくて、病気にも強い、すごい丈夫なブドウになってます。ボジョレーっていうのはね、実際飲んでみて気づいた方もいらっしゃるかもしれないですけど、花のようなね、お花のような香りと、フレッシュですごいフルーティー、他のね、ワインに比べてタンニンもね、すごい柔らかいっていうのが特徴ですね。で、あと2つ目はね、そもそも普通のワインと比べてね、作り方がちょっと違うんですよね。その年に収穫されたブドウを楽しむので、だいたい9月ぐらいに収穫されて、で11月のね、第3木曜までにはもう手元に来てるっていうことは、普通の熟成じゃやっぱ無理なんですよね。普通の工程を踏むと相当ね、急ピッチで、醸造しないと間に合わないので、基本的にボージョレ・ヌーボーっていうのはマセラシオン・カルボニックっていう作り方で作られます。普通のワインっていうのは、ブドウをいっぱい収穫して、そのままぐちゅーっと潰していくんですよね。ただこのボジョレーのはね、もういっぱい収穫してね、もうそのままタンクに入れてね、発酵させるんです。で、ブドウを上にね、どんどん積んでいくと、自然とね、下のブドウってどんどん潰れていくので、その潰れた果汁がね、流れ出てくるんです。で、その発酵によってね、タンクの中にすごいガスが充満するんですね。醸造タンク内でどんどんガスが溜まっていくと、どういう現象が起きるかっていうと、そのブドウとかね、果汁どんどん圧がかかっていくんですよね。で、その圧がかかることによって、ブドウの皮の色素だったり、タンニンっていうのがちょっと強引にですけど溶け込んでいくんですよね。その副産物じゃないですけど、それでね、ボジョレーのフルーティーなイチゴのようなああいった香りが出てくるんですよね。面白いですよね。でも一口飲んでもらったら、その優しさというか、フレッシュさですね。熟成したワインにはないフレッシュさが持ち味ですので、それを楽しんでもらえればね、僕はいいと思います。最後にね、3つ目なんですけど、ワインって基本的にはリーファー便って言ってね、船でちゃんとこう温度管理もされた中来るのがほとんどなんですけど、ボジョレーっていうのは、9月に収穫して、11月には手元に来るわけですから、もうなんせ時間がないんですよね。解禁日が決まってるのに船で運んでくる時に、船ってね、結構リスクがあるんですよ。例えば手続きがうまくいかなかったりとかして指定の日時に、ワインが間に合わないとか、通常のワインでもね、もうすごいあります。もうすぐ届きましてても税関がとか言って全然来ないですよ。やっぱり、1ヶ月2ヶ月遅れるのって結構あって、だからボジョレーにはね、その遅れがね、もう命取りになってくるので、ボジョレーだけね、空輸で来るんですよ。空輸で来るっていうことは、その分コストもかかってるので、やっぱり、普通のワインに比べて若干ちょっとね、割高感は否めないんですけども、お祭りのワインということでね、ご愛嬌でございます。輸送費が含まれてるので、ちょっと割高なんですけど、僕なんかね、普通のワインとね、ボジョレーはね、できたら比べてほしくないなと思ってる一人なんですけど、あくまでね、収穫祭というかお祭りなので、ボジョレーを何十本も飲むわけじゃないので、その木曜日前後ぐらいはちょっとね、1本楽しんでもいいんじゃないかなと僕は思ってますね。実際は昔のね、ボジョレーブームってすごいあったんですけど、実際今はね、ちょっと下火になってきてるのも事実ですけど、こうやってね、ボジョレーのことを知って楽しむとね、また一味も二味も変わってくるんじゃないかなと思ってます。コロナで楽しめないかもしれないんですけど、お家でね、収穫祭してたまにはね、お祭り気分になるのもね、いいんじゃないでしょうか。家でね、お祭り気分になる分にはね、全く問題ないですから。ちなみにね、今年2021年のボジョレー解禁日はね、11月18の第3木曜日となってますので、こんなんね、僕が言わんでもコンビニでも飾ってるぐらいですから。でもね、どっちかというとね、コンビニとかでボジョレー買うんじゃなくて、ちょっとね、いいボジョレーとかね、ボジョレーもね、ボジョレーとボジョレーヴィラージュって2種類ありますから、ヴィラージュ地区って言って、ボジョレー地区のまた1区画なんですけど、どうせやったらね、ボジョレーとボジョレーヴィラージュ楽しんでもらってもいいですし、もう1本でええわっていう人はね、ちょっとボジョレーヴィラージュちょっといい方をね、楽しんでもらってもいいと思いますので、最後に、ワインってね、赤ワインって寝かせれば寝かせるほどね、美味しくなるんじゃないかなというコメントもよく聞くんですけど、特にこのボジョレーっていうのはフレッシュさがやっぱり売りのワインになってますので、購入後はね、半年以内に、飲んでもらった方がいいんじゃないかなと思います。じゃあ1年したらもう飲めないのっていうわけじゃないんですけども、できるだけね、フレッシュさをね、楽しんでほしいワインですので、おすすめしてます。で、開封後はね、冷蔵庫で冷やして置いておいていただいて、だいたいね、2、3日以内で、飲んでいただけるといいと思います。飲む前にね、ボジョレーはね、少しだけ冷やすとね、ちょっと飲みやすくて、またよりね、味わいを感じていただけるかなと思います。もしね、在庫が確保できたら、僕のおすすめのね、ボジョレーをちょっとだけね、動画で流したいと思うので、ちょっと今年はね、ボジョレー楽しんでみようかなっていう方は予約できるようにね、しておきますので、解禁日に、ボジョレーと僕のね、おすすめさせてもらったワインが届くということでね、ボジョレーシーズンからクリスマス、お正月とワインの内容をね、どんどん濃くしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いいねと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。で、最近ね、ワインの方のご購入もね、いっぱいいただいてありがとうございます。でもしね、お味見て美味しかったよ、またおかわりするよっていう方はね、ちょっとね、コメント欄にね、書いておいてもらえると、皆さんのコメントがね、やっぱりエネルギーになるので、書いてくれる方はね、ぜひよろしくお願いします。じゃあね。